デブゴです。マッチドラフトの2回目っすね。今日はバンケットのドミナリア、マッチドラフト。ドラフト団結のドミナリアの今日は2回目っすね。3回やるやつなんで2回目でございます。デッキは、ちょっといずれの動画ご参照ください。あるいは概要欄に載せておきます。いや結構やっぱ強いカードをピックできたから勝ちたいっすね。普通になんか全然来ないんだよ、名前から2回まで出してるの向こう。これ事故るかな。白芯2つにこれ、しかも赤も何もねえのに、こっちもマリガンするか。全然見えないもんな。次マリガンします。2マリ、まあこうこうでいくか。よろしくお願いします。でも2枚ソタきついんだな、結構2枚してるから。土地土地接種の人たちで、でもフェンクスはもうパラパラ殴るしかないから、本当に相手もこれハンドきつすぎだろ。僕は楽ではないんだけど、4マナ、あーローナ入ってんのかな。またエジシューズで出たって、格闘か。全然土地引かないね。あと土地1枚でいいんだよ。さすがにブロックする。次フルパンでしょ。じゃあマジで土地引いて。
いて、そらないて、土地17枚入ってんのよ。まあ、もう半分土地じゃん。そういうのマジで終わったじゃん。最悪。バカにしやがって。本当バカにしてる。いやいやいや。おかしいでしょ。しかも2割してんのにこっちも2割って。相手もこっちも2割って。もういい、これでいく。なんなんだよそれは。なんか土地来ないよねずっと。てか弱いらないのかな、ひょっとしたら。今更だけど。お前が土地引いて。なんでこんなに引くの。もうほんま土地引いてよ。邪悪減らそっか、次やるときは。意識しなきゃなぁ、このね。もう何なんだよ一体。待って、まだこれ、このドラフトまだ俺一勝もしてないんじゃないの。邪悪抜きます1枚で、ちょっときつすぎるから2マナクリーチャー入れて、やってみますか。ちょっと一勝ぐらいしたいなマジで。はい、まあ3戦やるだけのやつだから泣いてもらってもこれ最後っすね。最高。なんか何でー
天使やっと入ってきたんだね。見てたみたい。これやっぱ強いよな、M1の対流者。22修正、自分の壁も壊していく、殴ってるのかな、こう4出てくるな。望む数の枚数を捨てて強えな、そう思ったら。白白、黒赤がキッカーだから、白白で、うん、黒赤で、うわぁ、出た出た、もうハンドには困らねえな、向こう持ってこないんだ。なるほど。でもまあこれ飛行、あいつ出てきて44出てきたら怒りの大天使、まあ絶対こうクリーチャーやった方がいいかな。そうしとくか。3点です。強い。もうドラゴンより厄介の来たぜ、おい。これなんだっけ、ここについてんのか。打てねえじゃん、バーン。強すぎだろ。体でもいいのかこれは。いや、
まあ逆にスフィンクスの攻撃でも殴ってこないっしょ、これスフィンクス。そう思ったら、次大天使の公演でこいつ76にして殴るか。殴ってくる。そうだな、それ殴るかな。殴らんなんていう選択肢はないよね。ここは倒産とこか。それかでもクリーチャーなんか出てくるかな。これなんか出てない。出てそんなの。さすがどっちか。出たら33の飛行速攻なんだよ。めっちゃ上から殴ってくるじゃん。きえ勝って硬すぎでしょ。強すぎる。なんかこれブロンズランクの戦い関係ないのか。マッチドラフトだから。そのことやって、これを開けてください。クリーチャー並べないの困るから、こうかな。こいつ多すぎでしょ。何体いるんだよ。いらねえ。いらねえな、切り崩しはよ。いや、向こうも焦ってんだもんな、これ。さすがにトランプル？公園でまずこっち殴る、こっちから行くか。まずいか。発展の、微妙にこれ殴りにくいんだな。でも11点はさすがに向こう許容してこないだろう。でも除去あった時点で終わりだからと思って。除去あった時点で終わりだもんな。こいつがいなくなるのは絶対避けたいから。こう切れてる。
と1を受けた両方やるんだよな。もったいないよな。これってここからできないよね。ちょうど15分。あー、違う。もう無理だ。どっちにしても。いやーマジで本当一生たりともできなかった。これ逆転できるカードだと思ってます。まだ攻めだった。めちゃめちゃ打ちたいですもん。イタリアンですけど、監督するとでもあれも多分入ってるよね。力戦の速度とかも入ってるんじゃないかな。いやでもドラフトだしな。何か怪物なり追放を微妙にリースが出せねえ。色々と違ねえから。
選んで、一勝できた、一勝できました、嬉しい。いや、ジョダーのやつとかやっぱ破壊するためにチートガス入れといた方がいいかな。近く高い、一応これも近く高いで聞いてる。もう2回目なんか投げやりでてか全然これ見ずにいっちゃったな。すみませんでした。でもでけえの上からそれほどジャークいるな。でチートパス抜くか。うん、ここはまあありがたいんだけど、フェニックス抜いてリアに入れるか。そうか、2つはさすがに。行くか。さあこれはこれで本当に最後ですね。1対1。白土地引かねえな、結構入れてんのに。どういうことなの。ちょっと待って、ほら、なんか白寄りすぎじゃね。どういうことやねんこれ。来た、よかった。これでスフィンクス焼かないといけないじゃん。出た出た、お前も焼く対象じゃ。小説に行けるのか。マルクルコード出た。それ強いんだよ、そのモード。黒ない、くそ。
別に公園じゃないけど。出てくるかな。困ったね。あの四六クリーチャー。それ、それを言うとん。白、違うってことでした。いけるよね、いけるけど。白。打ち消しとかマジやめてね。打ち消しマジやめて。次でしょ。
てない。ライフゲイン系はないはずや、相手に。今のとこね。土地すごいぞ。あるやん、ライフゲイン系。聞かされていたなら、あ、白ないのか。もう白ないのか。っていうか、ほんと黒とじこ、黒濃いよ。なんでやねん。もう両方これ揃ってるって。出しとくか、でも。次出せなくなっちゃう。もし、もし沼引いた時にこれ出せなくなるから。出すしかない。飛行戦力するショック忘れたとこで。いや、そしたらこっちの勝ち目がないな。ねえから殴れねえな、さすがに。ヒナは殴っとくか。ヒナだけ殴るか。これでどうせまた、あれ、3体殴ればリアにできるしな。あ、でも赤2ついいのかな。次沼来たらもうマジでいいんだわ。沼一枚でいいの。沼して。ちょっと。ドローしすぎじゃね？ドローっていうかあれか、タップインもしてるし、なんかいっぱいしてたな。あ、それドジャダーで、ジョダーでドローしてんじゃん。で、またドローして、11枚、12枚か。で、またドローして11枚。いや、でもさすがにこれ LO はないな。LO の線はないな。この点、この盤面じゃ。全員殴って終わんじゃないの？ワンちゃん。ねえ。ワンちゃんっていうか終わったんじゃないの？これ。さよなら。超えてゆけば